今日から最大10連休のゴールデンウィークに突入。そこで今日はゴールデンウィークお出かけスペシャル。あっち行った帰って、ビーチで恐怖体験、ゾンビアトラクションや、かわいい、めちゃめちゃかわいい、かわいい動物たちに癒されるふれあい体験など今すぐ行けるゴールデンウィークにおすすめのスポットを10連発でお届け。今回そんなお出かけ情報を教えてくれるのは友近さんの愛読書、東海じゃらんの編集長柴谷さん。47都道府県をすべて制覇した旅の達人。そして創刊37年ケリーの編集長堀井さん。名古屋の最新情報を発信し続けるトレンドウォッチャー。さらにフォロワー数7万6000人の山旅さん。これまで200件以上のデートスポットを投稿し、若者から絶大な支持を得るカップルインフルエンサー。まずはケリー編集長堀井さん。三重県のいなべ市にありますネモフィラ畑、いろんな、ね、ネモフィラの絶景ありますけど、はい、地元 の、はい、あの 農業関係の方がやっぱり地元地域を盛り上げたいっていうことでスタートした、はい、あの花畑でして、もう最近でのネモフィラの絶景はここかなと。そんなゴールデンウィークにおすすめの絶景がこちら、いなべ市の大泉駅周辺のネモフィラ畑。淡いブルーと電車のイエローのコントラスト、どうですか。3年前に一緒にさすが、あ、さすが行ってますか。はい、行ってません。あ、間違えました。やめて解散続いてじゃらん編集長の柴谷さん。まずはですね、竹島水族館をと訪問したいなと思ってます。え、けど竹島水族館ってかなりもう歴史もあるし、はい、昔からあるんで、このゴールデンウィークに押す理由っていうのが分かんないんですけど。中岡さん、これがリニューアルをしたんですよ、竹岡水族館。そうですか。はい、そうなんですよ。カップルお二人は行かれたことは。私は行ったことあるんですけど。小宮山さん、それは山谷さんと行ったわけではなくて。あ、違います。 あんま聞かん方が良かった今月1日にリニューアルした蒲郡市の竹島水族館、年間40万人が訪れる大人気スポット。新たに生まれ変わり、初めてのゴールデンウィークはメダカ祭りを開催。展示はもちろん、大人も楽しめるメダカすくいもありますよ。そんな竹島水族館で柴谷さんがぜひ見てほしいと推すのが、可愛い、あの動物が仲間ありしまして、はい、コツメカワウソ、はい、がやってきました。これは堀井さんも、もう本当におすすめです。可愛いですよね。可愛いですよ。ということで館長小林さんに案内してもらうと、こちらがカワウソの水槽になります。あ、え、カワウソいますかね。あ、いました、いました、奥に小さいカワウソ。あくびしてる。牙が見えるけど可愛い。あ、来た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 。あ、カメラに向かって猛アピール。なんて可愛い、すごい。アイドルだ、アイドル、スター性感じますよ。竹島水族館で初の展示となるコツメカワウソ、先月オランダからやってきたばかり。リニューアル後、仲間入りしたのはカワウソだけでなく、カワウソを担当します、はい、新人の森という森と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新入社員、うん、はい、新入社員、3月の18日入社で。同期ですね。そうです。名前とかあるんですか。まだ決まってないんですよ。ただあのカッコ仮でオスの子がカワオ、メスがカワコです。そのままつけましたね。そのままつけました。現在カワウソの名前も募集中。ゴールデンウィーク中に行けば名付け親になれるチャンスですよ。まだまだあります、竹島水族館リニューアル。続いてはこちらですね。あ、え、かわいい、はい、ブロックが水槽の中に置いてありま
ます、はい、ちょっとね変わった面白い水槽なんですけども、カサゴが暮らす水槽、その名もたけしマンション。岩陰に隠れるカサゴの生態を生かし、ブロックの穴をマンション風にレイアウト。以前からある人気の水槽がこの春新築マンションに。このマンション実はバーにマッサージ、サウナ、さらにはビップルームまで、まさに高級マンション。この名前はよく来てくれる常連さんだとか、この水族館で仲良くなったお客さんの名前が書いてあります。次私の名前書いてよって言って順番待ちができるほどの水槽になってます。大人気マンションじゃないですか。続いてはこちら、人気の水槽もリニューアル。どう変わったかというと、上からサンゴ水槽っていう名前がついてて、サンゴがレイアウトがちゃんとされてなくてちょっと汚かったのを一度色を塗り直して2024年バージョンに組み替えました。あ、塗り替えたっていうことは、はい、飼育員さんが手作業で作られたってことですか。はい、でこれ実は今回やってくれたのは小林館長がやってくれました。あ、館長が、はい、実際のサンゴ礁よりも少し持って作ってありますね。じゃあより綺麗になってるんですか。さらに今回のリニューアルで日本一になったのが、この列は全部リニューアルしまして深海の生き物たちが入ってますね。なんとリニューアル後深海魚の展示数が日本一に。深海魚の水槽を増やして今までおよそ90種類だったのが140種類にパワーアップ、一気に50種類も増えたんです。こちらのキアンコウは食材として出荷されそうになっていたところを小林館長が救出したそうなんです。中でも深海魚担当桃井さんの一押しが、一番のメインはこちらの深海ザメの水槽になります。深海ザメ。そうですね、今回は深海のサメだけの専用の水槽を作りましたので、結構1種類だけでも貴重な生き物だったりもするので、いろんな種類のサメがたくさん入って見比べられるっていうのはかなり魅力かなというふうに思っています。いや、これ見応え抜群です。もともと熱帯魚を展示していた水槽を深海ザメ専用の水槽に。飼育が難しいとされる貴重なサメを静岡県下田市の水族館から往復8時間もかけて運んできたんだそう。今回のリニューアルで3種類の珍しい深海ザメが仲間入りしました。続いてはケリー編集長堀井さん。ちょうど今発売になっております。さらっと宣伝。見開きで特集を組んでおります、うん、伊藤剛志さんっていう酒蔵と複合施設、ケリー一押しです。ケリー一押し。お酒好きな堀井さんの一番のおすすめは、1月に愛知県半田市にオープンした伊藤剛志。200年以上続く酒蔵が手掛けた複合施設で、地元の食材にこだわった料理や日本酒に合うおつまみなどを揃えたお店が集まった新スポット。中でもゴールデンウィークにおすすめなのが、里山をイメージしてお庭作られてて、そこで本当にゴールデンウィーク中とかは自家製のジンジャーエール飲まれてて、車でなければお酒四季島飲んだりとかっていうこともできて、本当激アツ、もう行くだけでも多分すごく癒されますし、さらに来週は伊藤剛志の近くでおすすめのイベントがあるそうで、でちょうど5月の3日と4日がそうですね、地元で300年ぐらい続く亀崎潮干祭りっていうすごい有名な出汁がこう出て、あ、そうなんですか、はい、お祭りをやってるので、多分もうその3日4日はすごい大にぎわいになってると思いますけど。続いて投稿したデートスポットは200カ所以上、インフルエンサーの山旅さん。やっぱりゴールデンウィークといえば、ちょっと暑くなってきて、そう、緑も出てきて、なんでバーベキューがしたいなっていう。いいですね、最高。トヨタの手作り工房山ゆりさんっていうところ。山ゆりさん、はい、
教えてくれたのは豊田市の下山地区にある穴場スポット。ここにバーベキュー施設があるんですけど、そこが目の前が川が通ってて、はい、前は山、うわ、でも新緑が見えて最高。そこでバーベキューができるんですけど、ここでぜひ体験してもらいたいというのがウインナー作り。肉は愛知県産のブランド豚シューレートンを使っていて、甘みのあるジューシーなウインナーが味わえるんです。肉をこうこねるところから作って、あの腸詰めまでやって、で茹でるところまでできるんで、もう最初から最後まですごい。なんでバーベキューもできて、自分が作ったソーセージも食べれてみたいな、ダブルで、あのいいところ。それいいですね。続いてケリー編集長堀井さん。あのゴールデンウィークと直前ということですので、予約なしで行けるところありがたいっていうのはすごい大事だなというふうに思ってまして、ちょうどあの3月の、23日にリニューアルオープンしました農業センターデラファームふれあい動物園ができまして、ミーアキャットとか、もうそういった子たちがうじゃうじゃいましてうじゃうじゃというかあんまり印象があれですけど、昔からのいいところではありましたけど、さらに良くなりまして、おすすめ絶対行ってほしいですね。ということでやってまいりました、名古屋市農業センターデラファームさんです。栄から車でおよそ20分、天白区にある名古屋市農業センターデラファーム。家畜や農業をテーマにした公園で、ゴールデンウィークには旬の新玉ねぎや春大根の収穫体験もできます。おいしょ、おめちゃくちゃでかくないですかこれ。でかいですね。そんなデラファームに先月誕生したのが畜産エリア。子供たちの遊び場が併設されたカフェなどがありますが、堀井さん一押しが、こちらふれあい動物園になります。ほう、ふれあい動物園。はい、入場料を500円でカピバラやミーアキャット、トカゲなどおよそ20種類の動物たちをゼロ距離で楽しむことができるんです。別料金で餌を購入すると、食べたい食べたい、ベロ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 はい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 、ちょっと待ってください、もう茶色い子がずっとこっち見てるんですよ大人も子供も大興奮のふれあい動物園中でも一番人気のアイドルアニマルが、見守ってるんですか、はい、どうぞ。めっちゃ怖いね、はい、かわいい、めちゃめちゃかわいい。そう、ハリネズミ。怯えてると顔を中に引っ込めて、安心するとだんだんこのように顔を出してきます。さらに堀井さんおすすめが、ヘビはあの首にこうやって巻いてお写真撮ったりとか。心の準備ができたら外してください。はいはい、はい、いいですか、目を開けて。どうぞ。どうですか、インパクトありますよね。うわちょっと、うわちょっと。こちらはボールパイソンというニシキヘビの一種。穏やかな性格でペットとしても大人気なんです。さらに首に巻いて記念撮影もできますよ。さらにリニューアル情報が、その新しい牛舎は哺乳ロボットがあったり、牛さんがこう入ってきて、はい、それをロボットがギューってきて乳搾りしてるのを見れたりと。じゃあお邪魔します。あれでも肝心の、あ、牛たちが、あ、いいところに気づきましたね。一匹もいないですね、はい、今ちょうどですね搾乳時間になってまして、はい、こちらの新しく取り入れた全自動搾乳ロボットを見学していただけますので、よかったら、はい、ぜひ見てください。何ですかこの機械は、はい、なんだこれ。こちらはリニューアルを機に導入した最新型の搾乳ロボット。アームにセンサーがついているので自動で牛の乳に装着しミルクを絞ってくれるんです。
さらにミルクの量を数値化して体調管理までしてくれる優れもの。子供たちも本当に食い入るように見入ってました。本当に面白いです。見たことのない機械。この搾りたてのミルクを使ったスイーツが産直市場にあるそうで、園内で育てた朝どれ野菜や新鮮な名古屋コーチンの卵、ご当地のお土産まで販売されています。こちらのプリンなんですけども、はい、こちらも農業センターで実際に採れた生乳を加工してチーズ屋さんが加工しているプリンでして、ほー、搾りたての牛乳を使った濃厚なチーズの風味が特徴のなめらかプリン。さあさあどんどん参りましょう。東海ジャラン編集長柴谷さん、ヘロ温泉街のですね湯の町通りエリアが熱いんですよ。昨年の4月から今年の2月にかけて新店がですね続々とオープンしておりまして、ゲロ温泉といえば先週友近さんも行かれたようですけれども、そんなゲロ温泉の湯の町通りエリアに新グルメスポットが続々登場。過ごしやすい季節の今ぜひ食べ歩いてもらいたいという初登場グルメが、一つは飛騨牛のがゴロゴロ入ったカレーパンですね。いい。しかもこう棒状になっているカレーパンなので食べ歩きにも最高ですね。でそのお隣がですねわらび餅ですね。中津川で展開されているお店がゲロに出されたんですが、ゲロ温泉だけにこのお風呂の桶ですね、桶に入ったわらび餅が食べられるというのが、はい、これですね。さらにそのお隣に萩屋のケイちゃん、ご存知ですか？ゲロのケイちゃん、はい、ケイちゃんの専門店が誕生しました。あの萩屋さんですか？あ、そうです、萩屋さんのケイちゃん、あのパックでね、お土産でもね売られておりますけど、ケイちゃんのがそこで食べられる。続いて堀井さんがおすすめするのは愛知県設楽町の山あいにある遊べる花屋。2年前に地元の園芸屋さんが開いたカフェで、まさに今日今シーズンの営業がスタート。井戸水でアイスコーヒー作ってるらしくて、だからすっきり美味しい。サンドイッチとかも自分でガスコンロとホットサンドメーカー渡されて、うん、外で焼くみたいな。あ、お客さんが？そうです、そうです。体験的に、はい、まさにこれもまた。あ、楽しいですね。続いて山旅さん。これゴールデンウィーク限定、2日間限定のイベントになるんですけど、はい、ビーチにゾンビが出現するっていうイベントがありまして、ちょっとごめん想像がつかなかった。ビーチにゾンビが出るんですか？そうです。めちゃくちゃ怖い。うちにはね、ぴったりのレポーターがいるんですよ。すっごい声出るアナウンサーいるんです。ちょっと見たい。お願いします、先輩、お願いします。そう、ゾンビといえば南部アナ。ホラー系アトラクションに何度も絶叫。そして今回も常滑のリンクビーチにやってまいりました。いやね、気候がちょうどいいです。風もあって気持ちよくて最高ですよ。このゴールデンウィークにイベントがあるということなんです。どんなイベントなんでしょう？何も知らされずやってきたのはバーベキュー施設リンクデルマ。今日からチャレンジバーベキューと題し、薪割りや火起こし体験、さらにローストビーフやピザ作りなど家族で時間をかけながらバーベキューを楽しむプランが登場。そして今回ゴールデンウィーク初開催となるのが、バーベキューをしない人でもゾンビ体験ができるアトラクションがあるんですよ。目隠しをして連れて行かれたゾンビアトラクションが、ナムさん、お待たせしました。今回のイベントはゾンビになります。目を外してください。やめて、ちょっといや、ナムさん、スタート位置まで戻ってください。こっち、ここがスタート位置。やだ、だっているもん。ここゾンビいるもん。ここが日本初、ビーチとゾンビを掛け合わせたビーチゾンビ。全国各地のお化け屋敷をプロデュースしてきた怖がらせ隊が手掛ける超本格的なホラーイベントなんです。ゾンビイベントは全部で3つ。
まず一つ目はゾンビラン。ジェンガが所々に置いてありますので、すべて立てていただいて、その後逃げてください。絶対無理じゃないですか。大丈夫です。だって早そうですよ。だ目あったら叫んでくるんですよ。怖い。もういやー、もう黙って。そう、全長30メートルのコースに設置されたジェンガを組み立て、2体のゾンビから逃げるアトラクション。見事逃げ切るとおもちゃやラテ引き換え券などのプレゼントがあります。よいスタート。いやーもういやー、ちょっと早く早く、いやもう早くとか戻れ、いや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 なんだ、いやーちょっと待って、いやもう無理無理無理、やだちょっと無理、ジェンガ無理、ジェンガちょっと今ダメです、戻って。ゲーム終了。ちょっともう心臓止まる。おせ。いやーもうこあっち行った。帰って。来てーもうやー。侵略の季節にゾンビ来んな。続いてはゾンビシューティング。襲ってくるゾンビをスポンジ銃で倒していくアトラクション。ゾンビ3体を倒すとゲームクリア。よーいスタート。やっと倒した。負けるもんか。ゾンビを1体倒すと2体のゾンビが起き上がり、やったやった、強っ。2体倒すと3体同時に襲いかかります。来た。ちょっと来るって聞いてないんですけど。私はクリアならず。これは怖、楽しい、はい、なんか撃って当たる爽快感だけど襲ってくるスリル、なんか新しいですね。いや、あのずっといるんですけど怖い。怖くないんですか。僕ですか。あの雇い主だから。そして3つ目のアトラクションは血まみれのテントの中で目隠しをされ、ヘッドホンをつけて体験するサウンド型お化け屋敷。いやゾンビにちなんだ限定グルメもあって、その名もフィンガードッグ。中に入ってるのはこれ指？指です。じゃあケチャップはもしかして